はい、どうも、シアンでーす。9時間9人、9の扉。続きからやっていきますよ。前回の続き。なんかもう、ジュペ探索終わってるっぽいね。1時間、みんなのところに戻らないと。お。え、もしかして収穫なし？この部屋全部調べて。え、でも多分誰かしらがきっと基盤を見つけてるはずだろうけどね。あ。いや、みんな落ち込んでね。あいつら。こんなとこに集まって何を。どうしたんだ。ジュンペイ君、見てください。ベイケント空室だと。おいおい、基盤を見つけたのはどこのドイツだよ。見つけたら声を上げて知らせるって、そういう決まりだっただろ。急に着いたってこと。あ、時間制限なのか、もしかして。ちょっと発音おかしかった。それがなんだよ。なんで黙ってるんだ。それがね、わからないのよ。わからない。私がここに戻ってきた時にはすでにこの状態で、その時部屋の中には誰もいなかったの。つまり私が一番乗りだったってことなのに、基盤が。はあ？ちょっと見せてみろ。確かに下に何か刺さってるな。あれ、刺さってるのか。ん？他の2台は同じよ。確かめてくる。そう、あ、使えるようになってる。なあ、念のため確認させてくれ。ここにいるみんなは全員心当たりがないんだよな。ああ。ないですね。え、誰か嘘ついてんのかな。協力者がいるのかな、敵側の。おい、怪しいぞ怪しいぞ。なんで無言なんだ。ちょっと待てよ、ニルスはどこだ。おいおいおい、ってことはニルスが基盤を。さあな、わからん。あ、でも基盤つけたとしてもニルスは一人で進めないよね。直接聞いてみないことには何とも言えないわね。それにしても遅えな、あの野郎。一体どこを突き歩いてんだ。もしかして道に迷ってるんじゃないでしょうか。ああ、その可能性は高いな。あいつは目が見えないわけで。そんなことありえないよ。お兄ちゃんは確かに目が見えないけど、音を聞けば何だってわかるんだから。だから道に迷うなんて、そんなこと、そんなこと絶対に私探してくる。え、嫌な予感しかしない。おい、待てよ。ヨツは待てって。行っちまった。参ったな。どうするか。レッドは動くようになったけど。二人を置いてはいけません。私たちも探しに行きましょう。たく、しょうがねえな。基盤探しの後は人探しか。やれやれだぜ。とにかく行こう。グズグズするな。タイムリミットまであと5時間を切ってるんだからな。ここからは手分けして探そう。はいよ。じゃあ俺はこっちを調べるぜ。では私は向こうへ行こう。俺はあっちだな。それじゃあまた後でね。さあ、俺たちも探しに行こう。はい、行きましょう。でもどこから探せばいいんでしょうか。まずは、そうだな。何？こいつが並んだ直線通路、大病室。カジノバー付近行ってみる。Bデッキのカジノバーの方に行ってみよう。わかりました。了解です。すぐ見つかればいいけどね。あれ？そんなところで何やってんだよ。見ればわかるでしょ。ニルスを探してるのよ。まったく、そんな風には見えないが。そう？気のせいじゃない？いや、気のせいだとかなんだとか、そういう問題じゃないだろ。ところで、純平くん、紫さん。一つ提案があるんだけど、聞いてもらえる？うわ、わかったぞ。先に進まないとか言うんだろう。断ってその場を離れよう。悪いが遠慮しとくよ。行こう、紫。いい選択だし、行こう。いいんですか？話聞かなくても。どうせしょうもない提案だろ。そんなことよりも、今はニルスを探す方が先だ。さて、次はどこを当たってみるか。8たす5たす6は何なんだ？ 14 の19。
あ、ダメじゃん。B 歴すぐ近くだし、はい、一等船室の方に行ってみよう。数字項でなんかで扉開こうとか言うのかと思ったけど違うみたいだね。合ってるよね計算。5611だよね。19だから 1+9 で10になっちゃうもんね。つまり1か。どうする？声かけようぜ。ここは心配なのもわかるが、なんというか、どいてよ、どいて。え、どいてって、え、何言ってんの？ん、ほっといてって言ってんの。ごめんなさい。うざいんだよ、消えてよ。イライラするの、あんたたちを見てるの。なんでそんなヒステリック起こしてんの急に。私のことなんか構わないで、どっか行ってよ、目障りだから。え、あ、何ボケっと突っ立ってんのよ、聞こえなかったの？そう、だったらいいや、あんたたちが行かないなら私が。わかったよ、行こう紫。え、なんか怪しいな。夏場のためにも早くニルスを見つけてやらないとな。次はどこを調べてみるか。じゃあ個室が並んだ、いやカジノバー。カジノバーの方は行ってみましょうか。あれでもさっき調べたよね。誰もいないな、仕方ない、別の場所に行ってみよう。じゃあ個室が並んだ直線通路、個室が並んでた通路の方を調べてみるか。いればいいけどね。一宮か。おい、ネルス、どこだ、どこにいる、いたら返事をしてくれ。一応声かけてみようぜ。行こう紫。ああ、君たちか、ニルスは。聞くまでもないか、その様子からするとまだ見つかっていないようだね。ああ、そっちも同じみたいだな。本当にどこに行っちゃったんでしょうね、ニルさん。四つ葉のためにも早く見つけてやらないとな。そうですね。かわいい。え、嘘、まさか紫ちゃん、マジでか。お前主人公よりもそっちなの？何しても四つ葉とニルスって本当に兄弟なのかな。純平気づいてる、頬はからめてるよ目の前で。ん、どうしてそう思うんだい。どうしてって、そんなこと聞くまでもないだろう。二人は全く似てないじゃないか。ああ、言われてみれば確かにそうだね。だがいろいろと似てない兄弟なんてこの世界には5万といるだろう。別に不思議なことでも何でもないさ。とにかく一刻も早くニルスを見つけ出さないと。時間はどんどん過ぎていく、無駄話をしている場合じゃないぞ。さあ捜索再開だ。ここは私に任せて、君たちは別の場所を頼む。わかりました、純平君、行きましょう。いろいろと気になることはあったが、とりあえず考えるのは後回しだ。一宮の言った通り、まずはニルスを見つけないと。次に向かうべき場所は、次はじゃあ大病室行こうか。大病室に戻ってみないか。わかりました、戻ってみましょう。でもいなそうだよな。お、こいつ一人で。どうする、声をかける、声かけようぜ。こいつ一人で行こうとしてるだろ。見りゃわかんだろ、ベッドを調べてんだよ。何か気になることでも。おいおい、お前は気にならねえのかよ。え、こいつのレッドの基盤のことだ。突き刺したのは誰かって普通は気になるだろうが。あ、あ、そうですね、確かに気になりますけど。お前は誰だと思う？わかりません。じゃあ純平はどうだ、誰が基盤を刺したと思う？え、純平たち8人以外の何者か。ああ、それはあるかもしんないよね。ニールス、ヤシロ、あ、違う。いやー、まあでもヤシロちゃんもちょっと怪しい行動取ってる気がするけど、ゼロ、まあゼロじゃない。いや、純平たち8人以外の何者か、なんかこれっぽい気がするよね。これで行ってみる。しかしこの船には俺たち以外の誰かが存在するのかもしれない。この船内に隠れ潜んでると。そうだ、あくまでも可能性だがな。そいつが基盤を突き刺したっていうのか。ああ、何のために。それはその、
わからないが。ゲームの進行のためじゃないのかな。可能性は低いな。マジか。どうして。なんとなくだ。ゼロが10番目のプレイヤーを用意したとは思えねえんだよ。ノナリーゲームはその名の示す通り、数字の9をテーマにしたゲームなんだからな。もしかして9番の人が実は生きてるとか。いや、プレイヤーとかなんとかって問題じゃなくてだな。そもそも最初からずっとこの船に住み着いてるような、居座ってるような、そんな存在なんじゃないかと。え？はあ？そんなもんますますありえねえだろうが。ゼロがそんなやつを野放しにしておくと思うか。つまりお前が言いたいのはこういうことか。俺たちの中に基盤を刺した人間がいると。ビンゴ、ご名答だ。だがもしもそうだとすると、そいつは基盤を刺したことを俺たちに隠してることになるよな。ああ。なぜだろう。さあな、バレると何かまずいことでもあるんだろう。まずいことって。知らねえよ。知られないようにするために隠してんだろうが。うん。だがもしかしたらニルスが消えちまったことと何か関係があるのかもしれない。ニルスのことと。そうだ。とにかくこのゲームは誰かを信じたら負けになる。お前らも気をつけるといい。一番信頼してる相手が裏切り者かもしれないぜ。紫ちゃんだとさ。あ、ごめん。あ、落ち込んじゃった。さて次はどこに向かおう。もう調べられる場所なくね。あとどこだっけ。一等船室方面。一等船室の方を覗いてみよう。了解です。行きましょう。まあ、あとここだけだよね。誰もいない。あ、誰もいない。渡るしかないな。次はどこに行けばいいだろう。カジノバーももう見たし、大病室も見たし。なあ、Cデッキに戻ってみないか。あの個室が並んだ通路の方を調べてみよう。わかりました。行ってみましょう。これ捜索終了してもいいかもしれないね。人影は別の場所に。あ、もうないか。じゃあもう捜索終了しようか。大病室戻って。で、どうせ誰もいないでしょ。もう捜索を終了する。もうニルスはいません。諦めた。バイバイ。これだけ探しても見つからないなんてね。このままニルスを探し続けても仕方がないわ。先に進みましょう。やむを得んな。ヤシロの言った通りだ。ここにいる七人で先に進むしかねえだろう。だが問題が一つある。誰と誰が組んでどの扉に入るかだ。そうね。そこで一つ提案があるんだけど。一人犠牲になってもらう人間を決めない？なんで？もしかして数字根足りない？犠牲？そう、犠牲。みんなもう気づいてるんでしょ？全員でこの先に進むことはできないって。4人と3人のチームに分かれたら3人が脱落することになるし、5人と2人なら2人が取り残されることになるわ。そういえばそうだったわ。3から5人必要って言ってたね。でも3人と3人と1人だったら犠牲は1人で済むのよ。4人と3人のチームに分かれたら3人が脱落する。そのことを疑問に思う。特に疑問には思わない。疑問に思っていいんじゃね。だってみんなで生き残るって話してるしね。じゃあ3人のチームに分かれたら3人が脱落する。疑問に思う。ちょっと待ってくれ。ん？5人と2人なら2人が取り残される。3人と3人と1人だったら1人が犠牲に。それは分かるんだ。2人や1人じゃナンバリングドアの先には進めないからな。だが4人と3人だとどうして3人が脱落することになるんだ。計算してみればわかるわ。やっぱ数字根が合わないのか。例えば1、4、5、6で7の扉に入ったとしましょうか。すると残るのは何番。3、7、8だな。15の8、9か。あ、ダメだね。その数字根はいくつになる。3たす7たす8イコール18だから、1と8を足して9だ。正解よ。でもここには9の扉はないでしょ。だから残った3、7、8はどこにも行けないってことになるのよ。もちろん今のはあくまでも一例よ。他にも組み合わせの数はたくさんあるわ。だけどどの4人でどの扉に入っても結果は同じ。残った3人は絶対に先に進むことはできないのよ。ええ。時間があったら計算してみるといいわ。絶対に不可能だってわかるから。とにかくそういうことなのよ。横槍が入ったからもう一度言うわね。3人と3人と1人だったら
その犠牲となる一人を決めようっていうのか。何これすげえやだ。そう、この状況においてはそれが最も道義的かつ理性的な選択だと思うの。他の6人が生き延びるためには一人に身を捧げてもらうしかないのよ。そんなひどすぎます。何がひどいっていうのよ。一人を犠牲にするなんて、そんなこと。だったら何？犠牲者は一人よりも二人、二人よりも三人の方がいいっていうわけ？そんなことは言ってません。一人よりもゼロ人の方がいいに決まってるじゃないですか。だからそれは無理だって言ってるじゃないのよ。夢みたいなことばっかり言ってないで現実を見なさい。まあまあまあ、二人とも落ち着けよ。とにかく社が言わんとしていることは最大多数の最大幸福を追求すべきだって、そういうことだよな。その通り、民主主義の原理原則よ。だからそれにのっとって犠牲となる1名も投票で決めようと思うんだけど、どうかしら。それ投票にした場合反感食らうような喋り方してる八代ちゃん、やばくない？なんでこんな自信満々なんだろう。8は絶対必要な数字とかかな。私は反対です。あんたには聞いてないわ、黙ってて。サンタはどう？俺か？俺はまあ賛成かな。はい、一票ね。私を加えて2票。セブンは？もろ手を挙げて賛成ってわけにはいかねえが、まあ仕方ねえだろうな。このままじゃ全員が織田仏になっちまうわけで。よくわかってるじゃない。これで3票ね。あと1票獲得すればこの法案は成立よ。四つ葉はどうかしら。あ、ニルス探し諦めたんだ四つ葉ちゃん。ねえ四つ葉、あなたのお兄さんニルスは多分ナンバリングドアの向こう側にいるはずよ。これだけ探しても見つからなかったんだもの。そう思わない？一緒に探しに行きましょう。たった一人を犠牲にするだけでそれが可能になるのだからね。賛成してもらえるわよね。あ、マジか。これで決まりね。さてと、それじゃあ早速だけど投票を。そんなものは必要ないよ。お、私がここに残る。え、それでいいだろ。かっこよすぎるだろ。なんで。いや、みんなそうなるわな。一宮さん、何を言ってるんですか。そんなのダメです。ダメに決まってるでしょ。紫君、君は何か勘違いしているようだね。私はここに残るとは言ったが、犠牲になるとは一言も言ってないんだよ。え、私は君たちを信じてるんだ。こっけえ、脱出の扉を見つけて助けに来てくれるって、そう信じてるってこと。かっこよすぎだろ。来てくれるとね。おい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 、何を寝ぼけたこと言ってるんだよお前は。ナンバリングドアは一方通行、入ることはできても出ることはできない。だから俺たち6人がこの先に進んじまったら戻ってくることなんてできないか。そうだ。だがこの船から脱出したら話は別だろう。なんだと？私からのお願いだ、頼む。ぜひとも救助を連れて戻ってきてほしい。ゼロの言っていたタイムリミットが訪れるまでに。無茶だ、無理に決まってる。タイムリミットまで5時間を切ってるんだぞ。ここが洋上のどこに位置するかもわからないっていうのに、どうやって救助を連れて戻ってくるって言うんだ。だったら君が私の代わりになってくれるとでも言うのかね。それとも紫君を置き去りにするか。さあ、これでもう分かっただろ。結論はすでに出ている。こうするより他に仕方がないんだ。行きたまえ、私のことは構わずに。さあ早く。そうね、それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうかしら。おい、こいつ投票だったら相当やばかったぞ。ああ、そうしてもらえると助かるよ。私はここで一休みさせてもらおう。年のせいか最近疲れやすくてね。かっこいいな一宮さん、男らしいわ。ちょっとみんな、はい、何してるのよ。時間がもったいないわ。早く行きましょう。あ、そうだな、行こう。
今そうするしかあるまい。セブンさん、俺も賛成だぜ。正直長話にうんざりしてたところだ。サンタさんまで。私もお兄ちゃんを探しに行かないと。ちょっと待ってください。みんな落ち着いて考えましょう。全員で脱出できる方法が必ずあるはずです。ねえ、そうでしょ純平君、なんとか言ってくださいよ。ああ、そうだな、考えよう。何か方法を。だったらいいです、私が何とかします。え、どういうこと？一宮さん、ノーラ、立ってください。諦めるのはまだ早いですよ。みんなで一緒に考えましょう。全員で助かる方法を。え、一宮さん、どうした？え、ねえ、どうしたんですか一宮さん、しっかりしてください。大丈夫だ。大丈夫って、でもこれだよ、注射器。え、マントレインベータ、何ですかこれは。これを撃ったんですか？ああ、ただの麻酔薬だよ。心配には及ばん。麻酔薬？ここに来る前に見つけたんだ。個室の方の病室を探しているときに、いつか何かの役に立つのではないかと思い忍ばせておいたのだがまさか自分で使うことになるとはな。うわ、どうしてそんなこと。言っただろう、一休みさせてもらうって。もう疲れたんだよ私は。一宮さん、おや、まだ用があるのかね。眠りたいんだ、少し静かにしてもらえないかな。ダメです、ダメですよ一宮さん、眠っちゃダメです。ああ、君の胸は温かいな、とても心地がいい。なんだかいい夢が見られそうだ。一宮さん、一宮さん。ベッドの上に寝かせよう。手伝うよ。さ、これで選択の余地はなくなったわね。こいつ本当に、こいつもなんか、うわー、助かる方法があんのかな。本当に彼の思いを無駄にしないためにも私たちは前に進まなくちゃ。そうでしょ。心にもないこと。何か言ったかしら。いや、なんでもない。選択の余地はまだ完全になくなったわけじゃないぜ。え、どういうこと。俺たち6人がどの扉に入るのかはまだ決まったわけじゃないだろう。ああ、なるほど。確かにそうね。無駄話はもうこりごりだ。さっさと決めちまおう。まずはヤシロ、あんたは何番の扉に入りたい。私は、そうね、8番かしら。なんでや。私のバングルナンバーと同じだし。まあそっか。わかった、8番だな。それじゃあ次は7だ。あんたは何番の扉に。俺は7を選ぶよ。そこのババアとは気が合いそうもないんだ。嫌われてってんな、ヤシロ。ああ、あんた今なんて言った。何も言ってないよ。もう俺セブンに絶対ついてこう。覚えてなさい。さてと、次は誰から聞こうか。純平、お前はどの扉に。ノーノー。俺は7の扉に入ろうと思う。本当は基本女の子大好きシュウヤンだけど、セブンが好きすぎてセブンについていっちゃうんだよな。そうか、7だな。ああ、すると必然的に紫は8ってことになるわけだが。なんてこった、それはそれでちょっと考えちゃうな。え、どうしてですか。なんでだよ。俺たち6人が揃ってこの先へと進むにはな、次の3通りのパターンで分かれる以外に方法はねえんだよ。358で7に入り、467で8に入るか、457で7に入り、368で8に入るか、もしくは367で7に入り、458で8に入るか、これ以外の選択肢はない。要するに3と4、5と6、7と8は
絶対に同じ扉には入れねえってことだ。分かったな。そんな、それじゃあ私はこの先ずっと純平くんと離れ離れに。なんだその言い方は。もうまるで恋人のよう。おいおい、そんな根性の別れみたいな言い方するなよ。離れ離れになるって言ったって一時的なものだ。最初の4と5の扉の時だってそうだっただろ。チームは2つに分かれたが、結局はこの部屋で合流することになった。きっと同じだよ。7と8の扉もどこか先の方でつながってると。ああ、おそらくな。おそらくって。俺は間違いなくつながってると思うぜ。どうしてそう思うんですか？もしもつながってなかったとしたら、どっちのチームも9の扉には入れなくなっちまうからだ。つまりこの段階でゲームオーバーってことになる。ここまで用意周到にことを運んできたゼロがこんなところで全てを終わりにするとは思えねえ。やつは最後の最後までこのゲームを楽しむつもりでいるはずだ。誰かが9の扉にたどり着くまでな。大丈夫だ、もう一度必ず会えるさ、絶対に。はい、約束ですよ。これ完全付き合ってるよね。うわ、やっと終わったみたいだな。とにかくこれで問題はほぼ片付いたことになる。残った俺と四つ葉は自動的にどっちかへと割り振られることになるからな。なんだ、俺が8で四つ葉が7に入りゃいいのか。四つ葉、何か異論は？別に。よし、それじゃあこれで決まりだ。行こう。お、じゃあ今回は7、四つ葉、サンタ、主人公か。あ、7って言ったよね。大丈夫かな、あの2人だけって。準備はいいか？ああ、こっちはね、頼もしい成分がいるから大丈夫だけど。行くぞ。かわいいね、四つ葉ちゃんってか。あれ、あ、サンタいなかった。あ、サンタはあっち行ったのか。紫ちゃん大丈夫かな。よし、あっちのチーム性格悪い奴らで固められてる気がする。かわいそうにな。セブンがいればどうにかなるんだけどな。あ、そっか、爆弾の起爆装置止めないと。紫、純平君、何やってんだ、ジュンペイ！そうだな、そうだよな。あ、閉まっちゃった。早く早く、早く、早く解除して。残り81秒だって言ってる時間ももったいない。行くぜ！あった？見て、左の扉、あそこにデッドがある。あ、無事解除したね。ニルスは本当にこの先にいるのかなって感じだけど。怖いよな、この瞬間相当怖いだろうな。止まった、止まったぜ。どうした、セブン、どうした。ナンバリングドアを通り抜けたのはこれで二度目になるが、やっぱりヒヤヒヤするもんだな。図体の割には意外と肝っ玉は小さいんだね、おっさん。そんなこと言わないであげてよ、ちょっと繊細なだけよ。なんだとてめえ、もう一遍言ってみろや、これ。図体の割には意外と玉は。てめえ殺されていいのか。怒ってる、めっちゃ怒ってる。やれるもんならやってみなさいよ。おお、上等じゃねえか、このクソガキが。おいおい、こんなところで仲違いはやめろよ、何の得にもならないだろうが。こっちはこっちでなんかツンケンしててやだな。ニルスとセブンと主人公の時が一番良かったね。ちょっとここで待っててくれ、他にも扉がないかどうか調べてくるから。ナンバリングドアはやっぱりこっち側からじゃ開かないか。今入ってきたばかりだもんな。こっちの左の方、一本だけ脇道があるみたいだが、鉄の壁か。どうやっても開けられそうにないな。どうせここを開くしかないんだろう。あ、そうみたいだ。扉の上に何か書いてあるね、読める？あの金属製のプレート。オペレーティングルームだな。どうやらこの先は手術室になっているらしい。手術室か、
少なくとも今聞いて嬉しい名前じゃないな。とにかくうだうだやってても仕方がねえ。早速だが中を拝ませてもらうことにしよう。どうした？どうした？いや、なんでもない。入ろう。ん？なんだこの吸い立ては。見てみればわかるでしょ。あ、おい、四つ葉。びっくりした。何？え、まさかニルス？四つ葉、おい、どうした？なんだこいつは。人形でしょ。人形だよね。死体確かめるか。ああ、いや人形じゃん。こいつは、ち、なんだよ、ただの人形じゃないか。人形、本当だ、人形じゃん。たく、脅かさないでよね、もう。肝っ玉の小さい女だな。体と同じでミクロサイズ。暴言吐いてる。うるさい、黙れ筋肉バカ。お、やんのかちびっこめ。上等じゃないのよこの黒豚まんじゅう。おい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 、やめてくれって。本当にセブンのことそんなディスんないで。シュヤン結構好きなんだから。おいおい、またかよ。いい加減にしてくれ、頼むから。きっ意外とこのコンビいいかもな。やれやれ。ところでどうやら彼も立派な肝っ玉を持ってるらしいな。誰がうまいこと言えと。心臓のことでしょ。と言っても肝臓ではなく心臓のようだが。ん？こいつか？この胸のところにある。そうだ。なんで心臓なんか。ただの人形じゃないってことだろうな。人体模型？夜のお友達かもしれないぜ。おい、これ DS のゲームだろ。とにかくスカッとされてるし、室内を調べてみよう。行動開始だ。うん、了解だ。下ネタなしなの。なかったことになってるよ。あ、またじゃあ時間もそろそろいいところまで来て、うわ怖、いいところまで来てるので今回はここまでとさせていただく。弟、させていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。それではシアンでした。またねー。